では今回はリストの表示方法について勉強してみましょう。リストの表示方法ですけど、リストと呼ばれるものはですね、具体的にはこのように、中黒であったり数字でリストとして表示されるものを指します。これをですね、いろいろな表示のさせ方ができるというのが、今回やりたい内容になります。今回登場するのが、リストスタイル、タイプというものと、もう一つが、リストスタイルポジションというものになります。この2つのうち、まずリストスタイルタイプですけれども、ここにはですね、いくつものオプションを指定することができます。例えば、ディスク、これは円形を指しますし、いわゆる、中黒、中殿と呼ばれるタイプのものですね。それに対して、サークル、これが、中空円と、こうですね、はい。いわゆる、白丸ですね。そしてスクエア、四角、具体的には塗りつぶされているものとなりますね。はい、このような感じになります。これ以外にも、ものによっては指定できるものもあったりしますけれども、例えばですね、これが、例えばこれは、アンオーダードリストで指定が可能なものというふうになります。そして、この後にご紹介するのは、オーダードリストで指定が可能なものです。これはですね、非常に数が多いので、ここではいくつかご紹介するにとどめたいと思います。一つ目がデシマル、これは数値ですね。これが通常のものです。これが、デシマルリーディング0というふうになると、これは、数値となるんですが、これが0目となります。これも後ほど見てみたいと思います。あとはですね、ローマ数字、小文字というようにして、ロアアルファとすると、アルファベット小文字というふうになります。というような感じで、その他にも、いくつもあるということになります。これが必要な時にはぜひ覚えてみてください。場合によってはひらがなもこれで指定することができたりします。さあ、そして、もう一つのリストスタイルポジションですけれども、リストプラ、スタイルポジションについては大きく、2種類、そして、一般的なものがいくつかというふうになります。ここで紹介するのはインサイド、ボックスの内側という状態と、アウトサイド、ボックスの外側、これブロックですね。ブロックという表現の方がいいかもしれません。ブロックの、内側と外側ですね。そして、インヘリットですね。お約束です。継承する。親要素の指定を継承するというパターンになります。
では実際にですね、これらを、見ていきたいと思います。まあ、特にリストスタイルポジションについては具体例を見た方が分かりやすいと思いますので、具体例で見てみましょう。今回用意してあるのは、まあ、このような内容になっていて、UL と OL で5つの LI があるタイプのものです。スタイル CSS は今何も書いていません。さあ、これを見ていってみましょう。まずですね、OL に指定できるものというのを見ていきましょう。というわけで、OL に対して、リストスタイルタイプ。で、ここで、ディスクというふうに指定しても、まあ、変わらないので、ここでは、サークルというふうに指定してみましょう。保存します。そして更新をすると、オーダードリストにしてしまいましたね。こちら UL ですね。UL。オーダードリストも意図的にこのようにすることは可能です。アンオーダードリスト、アンオーダードリストにするとこのようになりました。そしてこれをスクエアにしてみましょう。スクエアにするとこのようになりました。というわけで、まあ、比較的簡単に変えることができるというのを、見ていただけたかと思います。で、オーダードリストに対してリストスタイルタイプを指定してみましょう。例えば、紹介した順に行ってみましょうか。まずデシマルは、初期値と一緒ですので、デシマルリーディング0というふうにしましょう。すると0がつきます。はい、このように0がつきました。そして、そうではなくて、例えばロマというふうにしてみると、このように、ローマ数字になりました。ちなみにこれ逆転というのは、大文字小文字を逆にするという意味合いで、逆転させる場合には、アッパーですね。というのもあります。はい。そしてこれが、アルファというふうになれば、もちろんアルファベットになりますし、これをロワーにしてあげれば、小文字になるという仕組みになります。というわけで、このようになるというのは、まあ、まず押さえておきましょう。で、この後の内容を説明するのにあたって、一旦ここでは LI に対して、ボーダーを1個引いておきたいと思います。ボーダーソリッド1ピクセルですね。はい。今、線を引いたところ、ちょっと分かりづらいですね。マージンをちょっと入れておきましょうか。マージンボトム。ピクセルというふうにしておきましょう。ちょっとくっついていて分かりづらいので広げてみました。これが、今 LI の持っているボックスの、枠になります。これに対して、どのように表示するかというのが、もう一つのリストタイル、リストスタイルポジションというふうにして出てきます。リストスタイルポジションというのは、例えば OL の方にリストスタイルポジションポジションを、インサイドというふうに指定するとどうなるか。このようにボックスの中に、それぞれのリストスタイル、リストマーカーが入ったという状態になります。つまり、これによってですね、頭を揃えてあげるということができるようになります。時としてこう見せたいということは少なくないと思いますので、ぜひ覚えておいてください。ただし、この際は頭が揃います。文章の最初、メインの内容ですね、内容の頭が揃うということではありませんので、ご注意ください。今回は揃って見えていますけれども、この文字の大きさが変わることによって変わる場合も大きくあり得るということで覚えておきましょう。そして最後にですね、このリストのマーカーをですね、なくすというパターンを紹介しておきましょう。これは何に指定すると消えます。このようにしてなくすことができます。意図的にこれをなくすというような表示のさせ方もできますので、それも一つ覚えておいてください。今回はリストの表示方法について勉強をしました。